日本埼玉県埼玉市大宮区串敷町日本埼玉県埼玉市北区串敷町串敷町は埼玉県埼玉市の町名。現行行政地名は串敷町1丁目及び串敷町2丁目。串敷町1丁目が大宮区、串敷町2丁目が北区に属する。いずれも住居表示未実施地区。郵便番号は330-0851。 331-0825。埼玉市中北部の大宮台地上に位置し、町域の西部から東部に向かって緩やかに傾斜している。切れ式側を挟んだ大西町と同様に南北に細長い町域を有し、町域の中央を串引き通が縦断する。大西町、北区日新町、大宮区上小町、三橋と隣接する。地内は市街角一で、 主に住宅地である。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、大宮区串引町1丁目582番8の地点で17万9千円平方メートル、北区串引町2丁目453番3の地点で15万4千円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵国足立郡大宮領に属する串引村で、 古くは中世末期頃より存在した神尾僧に属していた。串引きは武蔵国伝園坊や元禄号帳では串引きとも称された。村高は昭法年間の武蔵国伝園坊では百五十国、元禄号帳では百五十国、天保号帳では二百二十七国余りであった。スケ号は中仙道大宮塾に出役していたが、聖徳安永年間は、 日光成り堂道大門宿にも出役していた。火星期の世帯数は40件で、村の規模は東西3町、南北15町余りであった。丘が長く連なる高まりのことを串と呼んでいた。当時も大地由来の高まりが南北に長く連なっていて、その様子から地名が付けられたと思われている。2017年9月1日現在の世帯数と人口は 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内には鉄道は付設されていない。日清駅、鉄道博物館駅、大宮駅が利用できる。埼玉県軽量検定所。ありがとうございます。